Hello everyone, and welcome once again to my YouTube channel. This is JC over here. Today I am going to do a video that is I think is roughly the same as what I saw a few days ago, a few weeks maybe, because I'm doing a lot of recordings in a row, of the one that Yamasaki needed to go to Italy to get some spaghetti. So it was like a batsu for Yamasaki. For this one, I believe it's going to be the same, and it's going to be with Hamada having to go to buy Evian water bottle. So let's see what happens. I don't know if this batsu comes from any other context or any other episode before this one. I'm not really sure on that one, but let's see. If there is any indication that there is a previous episode, I will just stop it over here, probably do a reaction and slot it before this episode, and continue from there. But without any further ado, let's start with this video. Okay. まずエビアンとはどこにあるのか。スタッフにせっつかれ浜田はいやいや電話した。エビアン水。あれ組に行きたいんですけど、どこ行ったらいいんでしょうか。そうですね。大体まあヨーロッパのモンブランあたり来ましたらエビアンありますよ。モンブラン？東京から飛行機乗っていただいて。あ、それは飛行機乗りますけど。船でも行けますけどね。あ、船でも行けるんですか。あ、そうですか。一体モンブランとはどこにあるのか。東京から地球をほぼ半周。Okay.まずはジェット機でパリまで12時間、さらにジュネーブまで1時間、アルプスに分け入った。ここにモンブランはあったのだ。浜田の熱き旅が始まる。These guys are crazy. He's going with the bottle. キャッパーゲームだからって。じゃあこれね、俺ずっと首にかけとくんかい。そうです。ちょっと入ってるやん、もうこれでええんじゃん。お土産。お土産だけだ。いやいや引きずられる浜田を乗せた飛行機はついに日本をテイクオフ。So it's going to be similar with what happened to Yamasaki.Because Yamasaki needed to go to Rome, I think, and then he needed to drive back. Suga-kun, Evian aru ga na? Evian ya. Mou kore motte kaero ya. Batsu game desu ka? Batsu game ya mon ne? Matsumoto is feeling the pain. 12時間の苦痛の後、まずはやっとフランスに到着。また飛行機と聞き、思わず逃げ出す浜田。しかし、スタッフに捕獲され、連行されるようにトランジットルームへ。今日一泊して帰ったらフランスドゴール空港よりさらに国内線エコノミーに換金されスイスジュネーブ空港に降り立つ。着いた。やっと着きましたね。何持ってんの。
What is that? Brings his bird? わずかの睡眠でいよいよ登山の日が始まった。たぶん寝てないんだな。美しきレマン湖のほとり、スイスジュネーブ。この絵はがきそのままの風景を楽しむ間もなく、浜田のモンブランへのアタックが開始した。 I don't know what happened on the subs。 まずは船に乗せられる浜田。行きまよ、さっさと行ってほら。船でも行けると頼りにモンブランを目指す。スバ君、何してんねんな。誰に手振ってんねんの。ほんまにこれ向かってんのかいな。大丈夫ですって、絶対絶対。ちょっと俺大谷さんに聞いてくる。ブンブン、t'es vraiment perdu。 モンブランにも本当に向かってるの。ce que je peux dire c'est arigato。 わかんねえよ。船で行くことはできないよって。船で行くことはできない。すわ。向かってない言うてるわな。そう。モンブラン船では行かれへん言うて。そう。作戦変更。再度レンタカーにてアタックを開始する。Just crazy。でしょうねこれ。言ったら国境じゃないですか。国境、うん、再度国境を越えフランスへ。モンブランへの最短コースを取る。出発より26時間、白銀の恋人の町シャモニーに到着。松本 still struggling。 そういうわけで登山です。シャワーやな。怖いでこれ、見てみ。何を晒しとんねん。こんなんした時分かりやすいよね。はい、赤い食べ物でしょ。登山やからや、うん、何から、うん、外国来てまでごっつ恥晒してくれ。エリアンを求め、いよいよロープウェイにてアタック開始。休憩地点に到着。しかし余命いくばくもない松本。果たしてこの先に。松本 still struggling。 さらにアタックを続ける浜田。エビアンはもう近くにあるのか。お前もう雲の上におるやん。Yeah, that's big。 こんなところ水飲まんでいいやないかもう。そして断崖絶壁の最終地点に到着。うわ、うわ、山降りてるやつおるやん。ほら Is Amada going to do that? 水どこ行ったの。すみません、あのね、That is April. That's April. Very young. No? でまた、で滝があるからそこで組めるんですって。だからこんな。バカなの。え、これをこう入れて溶けたらええんちゃうの？これこれこうして。まっちゃんが怒るから。いやいやいや、置きましょう。もう死にそうやで俺。みんなそうやけど。ね、罰ゲームだから。罰ゲーム。罰ゲーム。寒い思ったらもうこんな暑いし、もういかない人がなんねえもん。それでね、1時間ぐらい上歩くと、うん、あるんですけど、滝。え、はい、もうええ、え何、あの、僕ら待ってますから。待ってますね。笑ってんねん。滝のところがエビアンなんよな。はい、そうです。お願いします。うん、よっしゃ、ほんならみんなで行こう。え早くない。 Let's go together。Finally reached the waterfall. Hey,
There's a lot of them yet. はるか2万キロ念願のエビアンウォーターについに浜田はたどり着いた。取りましたよ。ファンタスティック。アルプスの恵みがきらめくしぶきとなってボトルに注がれる。おめでとう浜ちゃん、君の青春の罰ゲーム。モンブランの涼風とともに僕たちの夢が叶った。 Okay, trip back. 喜びに浸る一同、先ほどまで重かった足取りも軽く、夢のボトルを胸にキロ寄り道の旅となる。 Can he pass? I mean, these are other times. He can smoke inside of the flight and all of that stuff. So probably could go with the water also inside of the bottle. エビアンの？いや、街だから。え？エビアンのナチュラルウォーターって書いてある。エビアンの水があるわけ？そう。どこに？この先に？あ、そう、あれ？なんか矢印あるね。いや、矢印あるやね。俺、組んできたから、ね、山行って。ね。あのね、さっきから何も言わなかったけど、うん、アルプスの水はアルプスの水なんです。うん、アルプスの水がエビアンで出たから、うん、エビアンっていう名前が水についてるんです。ほら、ここエビアン来たら、エビアンあんねん。そう。そこへ出てるわけ？そう。おい。どこ見てんねんお前は。この水何？さっき汲んだ水。だから滝の水。飛行機降りてや、ここからここへ来たらすぐやったんちゃうの？これだって罰ゲームだからね。貴様、お前何してんねんあれ。え、何やこれ、エビアン使って今洗ってんの？エビアン使って今洗ってんの？Ah, c'est grave, avec de l'eau de la sauce. Quand il y a bien un petit côté, il y a l'autre de nous. Ça. Mais ça, on t'est. C'est une sorte. C'est quoi, 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 ただの水のような気する。 It's just water. No. 毎日でもない。さあ、入れた。Got the real avian water. ほんまのエビアンやな、これが。アルプスの恵みがきらめくしぶきとなって再びボトルに注がれる。今度こそおめでとう。そしてアホやったね浜ちゃん、僕たちの夢が本当に叶った。 Okay, flight back. Just water.別に大したことないんだ。はい、というわけで浜田君のこの罰ゲームがですね、終わったということでございますね。さあ、ほんま。どうもおめでとうございます。 Congratulations to 浜田。次対決いつやろう。Not going to do something like this again for sure. All right.So the rest of this is the usual downtown talk.
To me, that's crazy. I mean, I've already seen the one they did with Yamasaki going for a dish of spaghetti. But watching Hamada, I remember this one exactly because I saw Hamada speaking on that video that it was similar to what he did when he went to get the Evian bottle. So this is the one that he was mentioning on that one. So this one happened previously, before that Yamasaki had to go and grab the spaghetti. But crazy as usual. All because Matsumoto was with his throat stuck, but apparently after 50 hours of his throat being stuck, he managed to be all perfect even before the water arrived, almost. So that's all I have for you guys today. I hope you have enjoyed this video, and I will see you on the next one. Thank you.